楽器を交換30日間目指すはプロ練習頑張るホルンテッツ。いや、思いついたけど、なんかいろいろ一緒に映ってるのがウケましたね、そこの背景。キモいですよね。かわいい。かわいいくらいですか、ユニコーン。かわいい。夢かわいい。ユニコーン好きってるよ。そう。の後ろに私のブックボックス絵があって。かわいい。そうです。ぬいぐるみ最近集めてないんだよね、なんかもう。なんかね、買っては捨てて、買っては捨ててなんですよね。ああ、私ぬいぐるみ気違いだった時があって、すっごいぬいぐるみ集めてた時があったんですよ。そう、ないと耐えられないみたいな。なるほどね。今はこの子だけです、今。あ、なるほど。うちなんかぬいぐるみあったっけ、なんかあのうさぎのぬいぐるみみたいな、うさぎのクッションみたいなのがインテリア用にちょっとリアルなうさぎみたいなのがのクッションがあるの、はいはいはい、なんかよくわかんないけどみっちゃんの友達みたいでなんかみっちゃんのとほぼほぼサイズが一緒なんですけど、はいはい、なんかよくわかんないけど見つけるとってなってペロもう体中をペロペロ舐めてあげた後に交尾を始めるっていう、そうわかる。私の犬もそう、なんか、これペロペロ舐めないですよ。自分はもうガチで、はぁみたいな。もうすぐコーヒーみたいな、もうなんか。いや、ウィッチャーすごいケアがしっかりしてるよね。そうです。私はもう、全然もう、お構いなく、すぐ乗っかるみたいな。やらせろみたいな、なんか。いやね、ほんと、あの、仲良しなんでね、リホのぬいぐるみと、みたらしのお友達っていう感じになっちゃった。あー、いいですね。かわいいんだけど、ちょっとあまりに激しくて見てられないのですぐ取り上げる。かわいそうになってくる。HKもなんか、トントンしすぎてくるくる回ってるんだ。そう、わかる、めっちゃ回ってる。かわいい。めっちゃ回ってる。そう。行きましょうか。はい。動きできてますか？はい、大丈夫です。そしたら、今日は28日目。はい、もうあと 3回、今日入れて4回、8、9、10、28ですか？27? 28か、多分そう、さっき数えたんですけど8なはず。あ、嘘だ、今日15か、はい、27か、あれ27、28、29、30、ああ、え、昨日26って言ったっけ？多分言ったか。じゃあまだ4回あった。ということで、28日、あ、間違えた。もう呪いだ。呪いにかかっている。やばい、バグが叶わない。27日目始めましょう。イエーイ。27日目。山森さんがイエーイって叫ぶとさ、あの、オートが飛んでさ、そうそう、27日目にやっとこの辺の意味のわからない宣伝のものを27日目にやっと張り出しました。あと4つね、あと4回しかないけど、ね、しかも今まで結構雑多な感じの背景の状態。服とかがさ、棚からブーッみたいな。あ、なんか、あ、服を脱ぎっぱなしだ。触れないで。そう、なんか、あ、服を置いてあるのみたいな感じで見ながら触れずに過ごしてる。後ろから流れみたいになってましたよね。なんか、ダダダダダダダなってるやつを見ながらレッスンしてたんで、やばい、今からここに移動するのかっていう。そう、やっと移動してきました。あ、やば、恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい、思われてたことが恥ずかしい。しまーす、これやりまーす。調子はどうですか？調子は、昨日の対面レッスンの中でこの点の位置確認ができたので、音色はちょっと自分の好きな音になっていっているような気がします。あ、よかった、それが何よりです、はい、何よりです。そしたら、今日は、息を入れる量をもう少し増やしていきたいのと、クレッシェンドとデクレッシェンドについてちょっと話そうと思っています。はい。
息の量を増やしたいんですよ。もっと多分リホさんは鳴らせると思っていて、なんかまだちょっと遠慮してる、まだそんな感じがしているので、もうちょっと鳴らして全然大丈夫なので、今自分が思ってるメゾピアノ、メゾフォルテがメゾピアノぐらいだと思って、はい、普通に出してほしいです。で、はい、それなんですけど、草のベーを出していただきたくて、あ、押してなくて、うん、思いっきり息入れてもらえますか。A です。なんか音量を大きくするっていうよりかは、なんかあの息をたくさんほーって使ってあげる、音量を大きくしようと思わなくて大丈夫です。はい、ほーってたくさん息を吸って思いっきり、そうです、そうです。で、タイミングで、で切ってほしいんですけど、あのこの切るときに、あのすごく太い、ものすごく太い柱みたいのをこういうふうに切っていく感じ、うん、薄くならないようにすごい大きな柱を切っていくイメージで吹いてみてください。あ、いいと思います。ちょっと揺れますよね。はい、揺れるのはもうちょっとは多分顎を張ってれば大丈夫だと思って、もう一回顎を張って吹いてもらえますか。入れることに対してちょっと慣れていないんだと思います、この口の周りの筋肉は。なので息を入れると思ってこれからちょっと練習してみてください、本番まで、はい、で、スケールをやってほしいんですけど、普通に吹くんじゃなくって、一個一個に息を思いっきり入れると思って吹いてもらえますか。変わりますか。そうですね、音色はかなり、まあ、安定はしないけど、きょもりさんが出している低音の太いイメージに近づいた印象はあります。あ、よかった。そしたら、スラーで吹いてほしくて、つながってるんですけど、一個一個さっきと同じように息を入れてもらいます。スラーですけど。感じだと思います。で、もしよかったらちょっとズームだとあんまりちょっとわかんないんですけど、その息を入れるスピードがちょっと速い気がするので、ゆっくり息を
丁寧に入れていく感じでもう一回拭けますか。感じですか。その音量はなっている印象がありながら息の節約をしていくことができた印象でした。そんな感じで、なんか私はなんですけど、これまあいろんなホルン奏者さんがいると思うんですけど、私は結構スラーでつながってるフレーズの時も一個一個音符のその玉に結構息を入れていて、入れていると、あのなんて言うんだろうな、なんて言うんだろうな、いちいち太い音が出るようになってくると思うんですよ。で、結構作りながら、そうですね、なんか例えば裏メロとかにホルンって回りやすくって、で、裏メロとかってパーってスラーで吹いちゃうとあんま目立たないんですよ。なのでタンギングとかアーティリストそんなに書いてなくても、スラーでパーってつながったなんか壮大さみたいなのは全部あの息をいちいち入れているので、ちょっとかなり息を使うんですけど、入れておいた方が、なんかそのホルンの、あの、牧歌的な音色には多分近づけると思うので、ちょっとそれをやってみてください。はい、で、クレッシェンドも同じく、あの、まあ、けどトランペットとクレッシェンド、デクレッシェンドは同じなんですけど、ホルンは特に、あの、音程がすごい悪い楽器なので、あの、安定しないので、クレッシェンド・デクレッシェンドをやったときに息をブワーって圧力をかけて、あの、増やしていくんですけど、それと同時にちゃんと喉を、あの、下げるイメージでちょっとやってほしくて、はい、開いていくイメージで F で大丈夫です。あ、大丈夫だと思います。そんなに音程変わってないですよね。変わりますか。あ、多分音程変わっちゃう人いっぱいいるので、それが、低い音でも裏返らない方法なので、これをちょっと低い音とかでもクレッシェンド・デクレッシェンドの練習をちょっとやってみてください。はい、今日はそんなところです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、頑張ってください。さんに借りたやつ、そうお貸ししました。この良さがトランペットあまり出づらいので、うん、なのでやはりあの後半の方に、短い音符にアクセントつけてあげることで、まあ、軍歌的なというか、うん、少しことちょっと勇ましいような印象、ファンファーレ的な印象を持たせることができるので、まあ、全ての音楽的表現の中でこの吹き方が適用されるとは限らないんですけど、まあ、クラシックの作品や、少しトランペットの、男性的な部分を主張したい時に、うん、この譜点の形が出てきた際には今の吹き方を思い出してやっていただくと、それだけで、全然印象が変わり、トランペットらしい譜点を吹くことができます。